ダビド・メリンガス、1946年7月29日体は、リトアニアのビリニス生まれのチェロ奏者。現在は、ドイツ国籍である。質の高い演奏活動と教育活動で尊敬を集め、現代を代表するチェリストの一人である。死であるムスティスラフ・ロストロポービチから受け継いだスケールの大きな演奏、鮮やかな音色が魅力である。 リトアニアの著名な音楽一家に生まれ、幼い頃から神道として名を馳せる。家系はユダヤ系で、元の姓はゲーリングであった。1963年にモスクワ音楽院に入学、ロストロポービチのもとで8年間学ぶ。1970年のチャイコフスキー国際コンクールで優勝をしてから世界的な注目を浴び、同年には、 旧西ドイツ主要都市への演奏旅行。1973年にはハンガリーへの演奏旅行をするなど華やかな音楽活動を開始する。1975年には西ドイツに移住する。早くから教育活動に熱心に取り組んできたことでも知られ、北ドイツ放送交響楽団のソロチェリストを務める。かたわら、ハンブルク音楽院の教授として後進の指導にあたり、 1980年からは、リューベック音楽大学で教鞭をとっている。ベルリンフィルハーモニー管弦楽団に何人もの教え子がいるという。ソリストとして、ロンドンフィルハーモニー管弦楽団、シカゴ公共楽団、イスラエルフィルハーモニー管弦楽団、NHK 公共楽団などと共演している。2006年4月から、日本の九州公共楽団の首席客演識者に就任した。 その最初の演奏会が2006年6月に開催されたが、チャイコフスキーの公共曲第7番変歩町長を、指揮指導曲の日本初演を行った。同学団とは2005年6月に、ハイドンのチェロ競争曲第1番派町長を、引き振りで共演しており、今後も積極的な来日と共演が期待できる。レパートリーは極めて広い。初期はロックから古典派、ロマン派、 近代、さらにクシシトフ、ペンデレツキ、アンリ・デュティユー、リゲ・ティジェルジュ、ゴットフリート・フォン・アイネムラ同時代の音楽家を引きこなし、ソフィア・グバイド・ゥーリナ、アルフレート・シュニトケ、ペトリス・バスクスなど、同時代のロシア、東欧の音楽家の紹介においては高く評価されている。多くの作曲家から、競争曲やリサイタル用作品を検定され、1992年には、 現代音楽への特別な功績により、シュレースビヒホルシュタイン州芸術同盟より芸術賞を授与されている。最近は指揮活動も着実に広げてきている。録音数も多く、1989年にグランプリ、デュディスクを受賞した。1761年製のガダニーニをメインで使用しているが、バロック期の作品ではバリトンチェロや、 ビオラダガンバを用いての演奏も行う。また、バッハの無伴奏チェロ組曲6番では、ピッコロチェロと呼ばれる語源のチェロを使用するなど、楽器に対する柔軟な感性を見せている。最近では、ヤマハ社のサイレントチェロを演奏会で弾くこともあり、エフェクターの研究にも余念がないという。2005年5月22日、日本で開催された第3回、1000人のチェロコンサートに、 ムスティスラフロストロポービチなどと共に参加。第4回目となる1000人のチェロコンサートではソロ演奏と指揮を行った。ゲリーンガスはレビナスと同じくリトアニア化した形。NPO 法人チェロアンサンブル協会。ありがとうございます。